長く平和が続いていたアルカデア王国は、突如現れた大いなる災いの神魔人デスロットにより一夜にして滅ぼされてしまう。激闘の中、一命を取り留めた双子の王子は、王と奪還を誓い合い、魔人デスロットに対抗できる新たな力を得るためにそれぞれの旅に出ることを決意する。光の力を求めた弟ルークは古代中心オベリオンの遺跡にたどり着き、その試練を受けることになる。ルークが石碑に触れると、オベリオンの真実の瞳が怪しく光り、アルカデア王国に伝わる伝説の古代竜、境外竜レクスデスが現れた。圧倒的な力を前に、王都での壮絶な戦いの記憶がよみがえる。恐怖でその場に立ちすくむルーク。追い詰められたその時、共に旅する仲間たちが身を挺してルークを守る。猛威を振るうレクスデスに命がけで戦う仲間たち。その姿は、いすくまっていたルークの心に希望を照らし、恐怖に打ち勝つ強さを与えた。ルークの剣は空を切り裂き、レクスデスに強烈な一撃を放った。無事試練を乗り越えたルークたちは、オベリオンの導きにより王家ゆかりの地アルカデシアへと赴く。そこで王都での戦いに敗れ行方不明となっていた守護獣アルカディウスと運命の再会を果たす。ルークに真の強さを見たアルカディウスは、運命を切り開く力を秘めた王家の杖を与えた。ルークの新たな運命が動き出す。力を手に入れたルークと仲間たちは、魔人デスロットの支配する王都へと向かった。一方、王都を侵略しさらなる支配をもくろむ魔人デスロットは、エンシェントデーモンを次々と復活させていた。王都奪還をかけた魔人デスロットとの激闘が再び巻き起こる。